初代バッキンガム・ノーマンビーコージョン・シェフィールドは、イギリスの貴族、政治家。第二代マルグレーブ博エドマンド・シェフィールドと、ミドルセックス博、ライオネル・クランフィールドの娘、エリザベスの子。十八歳の時に、イングランド海軍に入隊して六百五十八年に、父の爵位を相続して、第三代マルグレーブ博となり、第二次英ー戦争と、第三次英ー戦争に参戦して、 ソウル米の海戦でオランダ海軍と戦い、翌1673年に海軍中佐となった。また、不評隊を率いて、フランスのトゥレンヌ元水の下で陸戦も経験、1674年にガーター勲章を授かった。1680年にイングランド領だったモロッコのタンジール遠征隊に加わり、ジェームズ二世が即位すると数イン議員と、 国内長官に任命された。宣誓を行い孤立していく、ジェームズ二世を支え、1688年の名誉革命でも、ジェームズ二世がロンドンから脱走するまで行動を共にし、ウィリアム三世、メアリー二世夫妻にも使え1694年に、ノーマンビー公爵に助せられた。1696年に、ジャコバイトに寝返った疑いで、数密院から除名されたが、 アン・女王からは徴用され1702年に王子商所に任命、翌1703年にバッキンガム・ノーマン・ビー公に助赦された。1705年にホイック等が勢力を伸ばすと王子商所を解任され、翌1706年にスー・ミツ・インから再度除名されるも1710年にトーリー等が与党となると王室家政長官として復帰、1711年に 数イン議長となったが、1714年に、アンが死去して、ジョージ一世が即位すると、ホイック等の復帰により、解任。1721年に72歳で死去。息子のエドマンドが借位を継いだ。死とエッセイ及び、風刺文を残し、ジョンドライデンとアレキサンダー・ポープのパトロンとして二人を支援した。また、 1702年から1703年にかけて改築した邸宅は1761年にジョージ三世が王妃シャーロットの住居としてバッキンガム公の諸子チャールズ・ハーバート・シェフィールドから買い取り、後に改築が繰り返され大家所有のバッキンガム宮殿として現在も残されている。1685年にジョージ・ストーエルの娘、 ウルスラストウエルと結婚したが1697年に死別、子供はなかった。続いて1698年にブルック男爵フルクグレビルの娘キャサリン・グレビルと再婚したが1703年に死去、二度目の結婚でも子供はなかった。1705年にイングランド王ジェームズ2世とキャサリン・シードリーの初子キャサリン・ダーンリーと三度目の結婚、三人の子を 儲けた。ジョン・ロバート・エド・マンドまた、諸子を3人儲けた。メアリー・シェフィールド、アルサム・ダンシャク、アーサー・アンズリーと結婚、チャールズ・ハーバート・シェフィールド、純男シャク、キャサリン・ソフィア・シェフィールドともきよ、P146,P192,P288,P302、森、P184。ありがとうございます。